はい、今ねどこにいるかっていうと、タイのパタヤにいます。パタヤ今ねちょうど到着してね、ミニバンに来たんですよ。バスターミナル到着じゃないんでミニバンでね、忘れてました。その大きなバッグあるんでバイクタクでちょっと行こうと思ったらね、大きいバッグなんでちょっと危ないんでやめたんだけどね。ということで今タクシー利用します。ここのパタヤのタクシーに関してはメーターついてません。ということで交渉制なんだけど、最初300って言われたんだけど高いだろって300考えてしないはずなんだ。で200に握ってね、200にしよう。ちょっと大きいやつなんでね、若干高めに言われてるんだけど、300は高いでしょうと思ってね。まあ足元見てます。でもなんか珍しいのはね、女性のねドライバーなんですよね、運転手ね。女性運転手ということでちょっと珍しいなと思って、他の前通ったのも女性の運転手だったんだけど、イメージしましょう。ということで今パタヤに行ってます。こういう感じでね、トヨタの車、トヨタのこれなんて車かな、まあ、こんな感じでそこに名前書いてますけどね、ちゃんとした運転手です。ということで今こういう感じでビーチロードに泊まるんで、ビーチロードのところで行く感じです。まあ結構距離あります。まあ、大きな車だけどね、結構まあエアコン効いて快適です。だからなんかミニバンで来るのいいんだけど、ミニバンで来ると結局ちょっと離れてるんですよね。そこからソンテオとか利用できないんで交渉じゃないですか。大きいに勝ると結構大変っていうか、お金余計にかかるから、できれば大きいバスで来た方がいいなって感じしましたね、今回ね、改めて。ということで、今パタヤでタクシー乗って交渉して、ヤクバスでその今泊まったところからね、ビーチロードの宿まで行くところです。